明けましておめでとうございます。中村すみれです。2020年も頑張りますので応援よろしくお願いします。実家はあまり分からなかったんですけど、出会いが始まってからちょっと時間が空いてきました。プロデビュー戦では、大森蘭さんに、負けてしまったんですけども、この対局は、どうでしたか？緊張しました。でその後に、田中千恵子先生からのプロ初勝利をしました。その時はどんな気持ちでしたか？嬉しかった。しました。はい、はい。プロ入りして、最近はあの手合いをいっぱい打つようになってきたと思うんですけれども、手合いには慣れましたか？はい、慣れてきました。プロになってからその楽しかったこと、嬉しかったこと、どんなことですか？中国や台湾に勉強に行けるようになったので嬉しいです。読売杯で、国際戦にも、出場しました。ここであの勉強になったこと、印象に残っていることはありますか？棋士の対局を目の前で見れて、はい、勉強になりました。たくさん勉強する日は1日に何時間ぐらい勉強しますか？学校行ってない日は囲碁以外で好きな遊びや息抜き、あと運動はありますか？本を読むこととか、新聞読むこととか、運動は？最近はバドミントンが楽しいです。バドミントンは誰とやりますか？家族とやります。2020年は、どういう年にしたいですか？目標を聞かせてください。中国や韓国女子リーグに呼ばれて頑張りたいです。日本の国内の試合では目標はありますか？たくさん勝てるように頑張りたいです。じゃあ最後に、プロ棋士としての夢、目標を聞かせてください。世界で戦える棋士になりたい。